今の反応ってことはあながち間違ってないのかね。魔王様のいつもの元気もないし、好きな相手の前じゃ肩なしだ。魔王笑うとは何事だ。魔王様が怒っちゃった。進化のくせに生意気な。訂正せよ、訂正するがよい。はいはい、訂正しますよ魔王様。あと魔王様は元気な方が似合ってますから。あんまり彼氏くんとの時間を邪魔しても悪いし、もう戻るよ。またのご来店をお待ちしてますよ魔王様。まったく、急に現れて好き放題言うなんて魔王に対する態度がなっていません。知り合いですね。何度かお手伝いをした間柄です。ええ、暇があれば領地の問題解決に動いていますので。はい、この辺り一帯は大体私のものですよ。あ、翼ちゃん、また綺麗なお花が入荷したから献上するね。お、魔王様じゃん。今度試しにさ、紫に染めてみない？絶対我の幹部っぽいから。魔王、我らが肉体が必要になればいつでも呼べ。あそこのビルにあるジムの常連さんたちです。肉体労働を助けてくれる優秀な進化ですね。嫌いが分からなかったので、男子が好きそうなメニューにしておきました。あ、ちょっと待ってください。恥ずかしがるな私。魔王に不可能などあってはならぬ。大丈夫です。覚悟は決まりました。どうぞ部長。恋人同士はこういうことをするものだと巫女先輩たちが言っていましたから。いいから食べてください。部長が食べてくれないと私が食べられないです。どうですか？本当ですか？やりました。もう食べていいですよ。今のがしたかっただけですから。え、何かありましたか？巫女先輩にはこれ以上何も言われてないですけど。
で部長まで、あーなんて。ねえ、ですがそんな恥ずかしいこと。ないというか、まだこういうのに慣れていなくて。そうです。恋人とはいえ、我が同胞、同胞に施しをもらうのは良くないな。うん。くぅーはっは施しを行うのは支配者の特権、上に魔王の特権。今日はおとなしく私から差し出される褒美をありがたく受け取っておけばよい。何が欲しい？言ってみるがよい。何でも貴様にくれてやるぞ。ふっふっふ。今度は何だ？ご飯か？きんぴらか？それとも卵焼きか？など私には、あ、はい、そのデートのためです。恋人同士がもっと仲良くなるためです。敵からの妨害が。私が恥ずかしがってるからです。我が同胞よ、この建物には魔物がいる。しかも今の私では退治できぬレベルだな。悔しいが、ここは一度撤退することとしよう。いやー惜しいなー。はい、ちょっと試着してくるので待っててください。